年のゼミのチームソムリエの方いらっしゃいますか。パソコン付けが終わってないんですけど。すごい、パソコン大丈夫ですか。あ、大丈夫です、はい。でも立ったらあれですよね、入っちゃいますよね。そうですね、立ったら入っちゃいますね。あ、入っちゃいますね。じゃあ、出るとき気をつけます、はい、お願いします。え、7時半で終わります。いやいやいや、閉会式まで行ったら9時近くまで。だってうち打ち上げ9時15分最近聞いてて公開するけど、はい、あ、でも小さくしてたな。よろしく、一回やったらこの間やっぱり。それでは始めたいと思いますので、お楽しみください。皆さんこんにちは、小山です。今年はですね、第14回目という、オープンゼミナールの開会になります。大変伝統あるね、国際関係学部の年間の行事の中でも最も重要なイベントというふうに、教員代表の永瀬先生がおっしゃってましたけれども、私もそういうふうに思います。なぜならこの企画はですね、皆さん学生、が主体的に企画をし、そして主体的に参加するということでですね、まあ学部としては、まあ、そのための機会を提供するという、あとはちょっと後で審査をするということも役割としてあるんですけれども、いずれにしましても皆さん一人一人の学生、主体的な参加が前提になっている非常に重要なイベントとしてですね、私も毎年毎年楽しみにしているものであります。で、今年は各専門演習のチームのですね、グループの参加、それから自習ゼミのグループの参加、それに加えて、GS チームの参加ということで新しい、グループを加えてですね、より多彩でより刺激的な発表になるんじゃないかなというふうに私は大いに期待したいと思います。この準備にあたってですね、おそらく眠れぬ夜も過ごしたチームはあったんじゃないかなと思いますし、発表を前にしてですね、相当緊張して緊張が高まってね、ナーバスになっているチームあるかと思いますけれども、ぜひ、準備の成果を精一杯発揮していただけることをですね、教員の一人として期待したいと思います。簡単ですが激励と開会の挨拶を込めて、開会の挨拶を変えて、返させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。会場で審査していただく先生方の紹介をさせていただきます。この前お読みしましたらお立ちいただけますでしょうか。憲法学平和学がご専門の君島先生、経済発展論がご専門の小山先生、国際法がご専門の西村先生、お願いいたします。オープンゼミナールの会場は更新館721と730の2つです。
開会式が終わりますと会場は暗くなりますので、足元のビデオカメラのコードなどにはご注意ください。前半と後半の間に休憩時間がありますが、教室の移動などはその時間にお願いいたします。それ以外でプレゼンテーションとプレゼンテーションの間、プレゼンテーション途中の入退場は、プレゼンターの方の迷惑になるため原則禁止です。もし体調が崩れないと何かございましたら、後方のドアスタッフにお知らせください。配布資料ですが、レジュメとサマリーがセットで1チームの資料となっているので、ご了承ください。それではルール説明を行います。お手元のレジュメをご覧ください。まず選考方法ですが、審査員は教員に加え、学生登録審査員を今年度より導入しております。学生登録審査員には、各会場、前半、後半ごとに再点検を付与させていただいております。また、公平な審査のため、先生方には担当するゼミの採点は行わないようにお願いしています。採点項目としては、伝え方、分析、構成、資料、内容の5項目を設定しています。これらの点に注目の上、1点から5点の間で採点をお願いいたします。点数の算出方法は、教員の平均点の4倍と学生審査員平均点の3倍を合わせ減点分を差し引き、満点は175点となります。事前に配布しております採点用紙は8チーム全ての採点がされている用紙のみ有効です。採点が途中の用紙が無効となりますのでご注意ください。また後半の採点用紙を配布する際に席にいない場合、用紙の配布をすることができないのでご注意ください。質問やコメントがございましたら用紙のコメント欄にもぜひご記入ください。質問には後日プレゼンターの方にホームページで回答していただく予定となっています。なお、この予選を勝ち抜いて本戦に出場できるのは更新館721730の各会場からそれぞれ上位2チーム、教員審査枠としてそれぞれ1チームの合計6チームになります。また発表時間は10分間と決められており、15秒過ぎるごとに 0.5 点ずつ減点させていただきます。最大延長が1分で、1分を過ぎますと強制的に終了となりますのでご了承ください。また結果発表はこの教室更新館721で行います。プレゼンター、先生方、登録審査員の方から優先的にお座りいただき、その他の方は空いた席にお座りください。最後にプレゼンを速やかに始めていただけるよう、始まりの拍手はお控えください。プレゼンが終了したときには、どうぞ盛大な拍手をお願いいたします。それでは早速、前半のプレゼンテーションを始めます。準備をしますので少々お待ちください。この間、もう一度採点項目、採点基準に目を通しておいてください。1チーム目、岡田ゼミ、岡レモンの発表で、つながレモン、レモンで国際交流しませんかです。よろしくお願いします。つながレモン、レモンで国際交流しませんか。はい、というわけでプレゼンテーションに移りたいと思うんですけれども、私たちある共通点があるんです。何だと思いますか。
そう、淡い服なんですねですけど、それ以外にもある共通点があります。私たち短期長期に関わらず留学に行った経験があるメンバーから成り立つグループなんです。私たちの留学経験を私たちそれぞれの留学経験を通して積極性、楽観主義、寛容性といったといったものにが日本よりも優れているというふうに感じました。それがなぜなのかというのをたどっていくと、ホフステッドの4次元というものにたどり着きました。詳しくはレジュメの1枚目 B を参照していただきたいんですけれども、日本と欧米を比べた時、日本社会においては集団主義や協調性といったものが重んじられるのに対し、欧米社会では個人主義なところや直接的なものの言い方が好まれていることが分かります。そこで私たちは日本人の若者約240名にアンケートを取りました。まず一番初めに日本人の嫌なところを聞いてみました。そうするとホフステッドの集団主義、権力格差、不確実性の回避といったものが挙げられました。これらについて日本人の学生たちは日本人らしさを感じつつも、それに同時に嫌悪感を抱いているということが分かりました。それが現れているのが国際交流に対する意識です。現在国際交流の場というのは留学や旅行、ボランティア、英会話といったように様々な場面があるのですけれども、ここに日常的に参加している人は少なく、非日常的な経験として捉えている人が約 73% に上ります。これらの原因は英語が話せない日本人同士で集まってしまうという日本人の価値観や性格からなっていると思われます。一方で外国人と国際交流がしたいと考えている人は約 87% です。この調査とホフステッドの理論を踏まえると、国際交流がしたい学生は多いのにもかかわらず、なかなかその一歩が踏み出せないというのが現状です。そこで私たちが提案するのが、国際交流への一歩を踏み出す瞬間、モーメントを提供、連動するレモンプラスです。このレモンプラスでは3人のアクターが登場します。まず日本に来る予定のある外国人、そして外国人と交流したいけれどちょっと一歩が踏み出せない日本人、そして国際関係学部の皆さんに多くいらっしゃる豊富な海外経験を持つ方です。この2人をつなぐ人を私たちはレモナーと呼びます。このレモナーは文化や言語の面から2人をサポートします。それではこの2人が実際にレモンプラス、レモナーを介してどのように交流するのか見てみましょう。それではお願いします。 Yeah! I'm Ken! I'm so excited! I'm gonna go to Japan! But I don't... プレゼンの都合上、ここからは日本語でお送りいたします。僕はケニー、日本に行くことが決まったカナダ人。日本に行くことは決まったけど、なんだか緊張するな。あ、そういえば僕の友達がこの前レモンプラスっていうサイトを使って日本でとってもいいサポーターを受けたって聞いたぞ。僕も使ってみよう。日本に来る予定のあるケニー君がレモンプラスに登録するようです。まずは登録だな。ここに名前とか国とか自分の写真を登録してと。これだけで OK か。楽ちんだな。次は日本人学生のカナイ君がレモンプラスに登録するようです。僕はカナイ、ちょっと臆病な日本人の大学生。外国人と交流したいなと思っていたんだけど、英語もあんま得意じゃないし、なかなか一歩踏み出せなかったんだよな。あ、でもこの間日本人の友達がレモンプラスっていうサイトで気軽に国際交流できるし、しかもそれで視野が広がったって言ったな。僕にもできるかもしれない。よし、使ってみよう。まずはプロフィールか、名前とこのちょっとイケてる写真を選んでと。興味ある分野をタグで選ぶのか、食べ物と観光と日本語も書いてあるから僕でも簡単だな。さらに詳しく選ぶのか、うどんとあと寿司も好きだな。観光だったらこれとこれとあとお祭りかな。コメント欄は、スキーとサッカーが好きですと。最後に行ったことのある国か、カナダとインドとオーストラリア行ったことあるな。よし、これで終わりと。あとは連絡を待つだけ。ドキドキするな。ケニー君がレモンプラスを利用するようです。よし、登録は終わったし、日本でやりたいことを決めようかな。マップとコンテンツの両方から選べるんだ。じゃあマップから。
どこにしようかな。じゃあ京都。京都だと食べ物と観光かなと。お、もっと詳しく調べるんだ。寿司も食べたいし、あとは日本のお祭りも見てみたい。よし、次。あとはサポートしてほしい日程を入力して確認。京都でお寿司、お祭り。OK、これで提出。あとは返事を待つだけか。ドキドキするな。ケニー君がリクエストを提出しました。この提出内容とレモンプラスに登録している条件に合う日本人に募集内容が送られます。私レモ側が以下の内容で募集メールを送信します。金井君にも募集メールが届きました。あ、レモンプラスから連絡が来たぞ。この日程だったら空いてるな。お、しかも寿司とお祭りが興味ある外国人だって。これなら僕でも案内できるかもしれない。よし、応募しよう。応募の中から今回は金井君が選ばれました。さらに担当のレモナーは私に決定し、担当レモナーがケニー君と金井君両方に交流する相手が決定したこととお互いのプロフィールを送信します。ここで初めてお互いの情報が共有されるので個人情報が流出する心配はありません。私レモナーが双方に決定したことを送信します。あ、レモナーから連絡が来た。僕を案内してくれる日本人が決まったんだ。キャンナイトモヒコ君か。お祭りと日本食に詳しいんだって。よかった。しかもレモナーとも直接コンタクトを取れるし不安なことがなくなったよ。あ、レモナーから連絡が来たぞ。相手はケニー・ムロッタ君か。カナダ人の大学生。お、しかも年も近いし気が合いそうだ。あ、でもちょっと緊張するな。あ、でもこうやってレモナーと直接連絡が取れるから不安も解消。安心して会うことができるわ。そして当日。今から会うのか、ワクワクするな。いやちゃんと喋れるかな、ドキドキするな。あ、ケニー君にカナエ君、はじめまして。はじめまして。皆さん、レモンプラスの内容は理解していただけたでしょうか。レモンプラスは様々な言語に対応しているため、韓国人と大阪城へ行ったり、フランス人と鴨川でワイワイしたり、何でもできちゃうんです。素敵ですね。そうですね。皆さん、レモンプラス分かっていただけましたか。自分とは異なる文化を持つ人と交流する瞬間モーメントを、日本人学生自らが提供する、つまり連動する、この意味を掛け合わせて生まれたレモンプラス。実はこれ、日本人学生だけに特化したシステムではないかと思われる人がいるかもしれませんが、ここにはトリプルウィン構造が働いているんです。もちろん日本人学生にとっては身近に国内で国際交流がしたいという願いを叶えることができますし、次に外国人にとってはフレキシブルなサポートを受けることができます。フレキシブルとは自分の要望に沿ったサポートを受けることができます。さらにレモナーにとっても豊富な海外経験より身につけた国際感覚や言語能力を日本にいながらも維持することが可能なんです。この3社すべてにメリットが設けられるレモンプラスを通して、将来的には日本に来るまたは滞在する外国人の数が増え、大きな経済効果も見込めるでしょう。このように現代の若者から意識改革をすることによって、こちらをご覧ください。新聞記事にもあるような外国人を煙たく思う排他的意識も改善され、さらに日本人に不足しがちな積極性、寛容性、楽観主義を改善することもできるでしょう。さらに日本の良さを再認識、このメリットもあります。新たな国際人を生み出す一歩となるレモンプラス、皆さんも使ってみたくなること間違いなしですよね。レモンプラスでつながるレモン。これで岡田ゼミの発表終わります。どうもありがとうございました。それでは次の準備を行います。静かにお待ちください。
では2チーム目星野ゼミチームソムリエの発表でワインの持つ資産価値を教えて知るグレです。よろしくお願いします。はい、ワインは最近コンビニやスーパーでお見かけする機会が増えて随分身近に感じられるようになったのではありませんか。ワインと聞いて連想するイメージといえばブドウやワイン、あとはヨーロッパ、大人の飲み物といったところでしょうか。ではワインの価値とは何なんでしょうか。私たちはこの3つが挙げられると考えます。1点目は文化的価値、2点目は地域活性化としての価値、3点目投資対象としての価値です。1点目の文化的価値は主に欧州地域で伝統的に作られてきた伝統的ワインを指します。ワインの製造は紀元前8000年に遡り欧州地域で最も親しまれてきたお酒であると同時に欧州の食文化を語る上では欠かせない存在です。2点目の地域活性化としての価値ですが、近年チリや南アフリカなどでブドウを栽培しワインの製造に取り組んでいます。これによって地域活性化を図ろうというものです。3点目の投資価値です。私たちもこのテーマにしてから最も好奇心が湧いたところで、実はワインは株のように投資対象となり得、特に欧州地域では活発にワイン投資が行われています。朝日新聞社発行2013年8月27日発行の週刊エコノミストではワイン特集の特集が組まれ、ワイン投資の堅実性を述べています。ではなぜワイン投資は堅実な投資先だと言われるのでしょうか。私たちはここに疑問を感じ、これについて検証していこうと思います。進行は初めにワイン投資の特徴について述べ、その堅実性を審議を3つの検証項目を通じ結論へと導きたいと思います。ではワイン投資の特徴について説明します。1つ目の特徴はワイン投資はリスクが低いと言われていることです。ワインは年を重ねるごとに熟成され、より品質の高いワインとなると同時に年々生産されたワインが消費されることから、ワインの価格は年々上昇すると言われています。そのため長期的に安定した投資対象であると言われます。2点目の投資の主な方法ですが、ワイン投資はワイン投資会社を通じ手軽に欧州のブランドワインに投資することができます。そして3点目は実物投資であることです。金と同じように実物資産であるため、株のように急に価値がゼロになることはありません。以上のようなワイン投資の特徴を見てみると、とても魅力的なワイン投資対象であると考えます。しかし本当にそうなのでしょうか。私たちはワイン投資が本当に堅実な投資先であるのかを疑問を感じ、このように問題提起した上で検証していきたいと思います。そこで私たちはワイン投資に対する疑問を3つに整理し検証しました。1つ目はワインは年々価格が上昇するのか、2つ目は市場の変化はワイン市場にどのような変化を与えるのか、そして3つ目は中国はワイン価格上昇の牽引役としてあり続けるのかです。それでは検証1に入りたいと思います。これまで見てきたワイン投資の特徴では、ワインは年々価格が上昇するとされています。果たしてこれは本当なのか、実際のワイン価格の様子を推定を見てみましょう。このグラフは50本の高級ワイン銘柄の2010年から2013年までの価格の推移を表したものです。縦軸は価格で、横軸は時間です。これを見ると、ワインの価格が下落しているところがあります。この下落しているときに、ワインを売った人は損をするということになります。しかし、このグラフをより長いスパンで見ると、2001年から2013年の10年間で、ワイン価格は上昇しています。つまり、長期的には、やはりワイン価格は上昇するようです。以上の検証から分かったことを整理すると、まず価格が下落する可能性も存在し、
必ずしも利益が出るわけではないということが分かりました。しかしワインの価格は長期的には緩やかに上昇するということも確認できます。検証結果としてはワインの価格は長期的には投資のメリットの通り上昇していくということになりました。では次に検証2に移ります。検証2ではワインの市場変化について考察していきたいと思います。最近のワイン市場にある変化が起きているのをご存知ですか？世界全体レベルと地域レベルで見ていきます。世界全体のワイン生産量は2000年代に入ってから2004年をピークに減少傾向にあります。地域レベルで見るとこれまでワイン生産量の大部分を担っていたヨーロッパの割合が2000年から2012年の間に大きく減少しています。いまだにヨーロッパが世界のワイン生産のトップは維持していますが、アジア、特に中国やアメリカなど、これまでワイン生産が盛んでなかった地域で生産量が増加しています。次に消費量です。先ほど述べた世界全体のワイン生産量は減少傾向にありましたが、消費量は2008年以降も横ばい安定しています。またこのグラフはワインの貿易量、貿易額、ワイン1リットル当たりの価格の推移を表したグラフです。貿易量はほぼ横ばいですが、貿易額は2009年以降順調なプラス成長を遂げています。そして1リットル当たりのワイン価格が2012年には2000年代の中で最高価格となりました。以上のことをまとめると、世界全体の生産量イコール供給量は減少し、世界全体の消費量イコール需要は横ばい。そしてヨーロッパでのワイン生産量が減少していますが、依然として需要はあるためブランドワインの希少性が高まります。これらを踏まえるとワイン市場の変化はワインの価格上昇の影響を及ぼすと考えられます。では検証3に入ります。ワイン市場に新規参入している国の中でも特に中国の勢いが注目されています。中国人がフランスワイナリーを買収したり、ワインオークションで高値で買い取るなど、経済成長とともに中国のワインビジネスは拡大しています。こちらのグラフをご覧ください。これは中国の GDP とワイン消費量の推移を示しています。ここから中国の経済成長とワイン消費量の相関関係が見えます。経済的に豊かになった中国人にとって高級ワインが手の届く存在になり、富裕層を中心にワインが楽しまれるようになりました。それだけでなく、中国では低価格ワインが市場に浸透し始め、国全体として年々消費量を伸ばしています。しかし近年経済成長の伸び率は鈍化の傾向が見られ、ワイン価格上昇の牽引役としてあり続ける可能性が疑問視されています。これに対する答えとして中国の新たな経済政策が挙げられます。日本のバブル崩壊のような状況に陥らないよう、急激な物価上昇を抑える政策と同時に消費が落ち込まないよう減税制度を取り入れるなどして、中国景気を安定させるための行動を起こしています。実際今年の7月から9月期の成長率は前シーズンより 0.3 ポイント上昇しています。以上のことより中国景気に陰りは見えましたが、新たな経済政策により景気が落ち込み続ける可能性が小さくなったと考えます。では今まで述べた3点についてまとめていきます。1点目、ワイン価格は上昇するかの答えは丸。2点目の市場変化はワイン投資市場にプラスの影響を与えるかについては丸。3点目、中国はワイン価格上昇の牽引役であり続けるかの答えは三角。以上3点の検証結果より、私たちはワイン投資は堅実なワイン投資先であると結論付けます。そして私たちはワインが単なる嗜好品としてではなく、資産価値をも併せ持ち、人や地域を潤すこともできる可能性を知りました。たった一本のワインの中に、皆さんも文化として、地域振興として、あるいは投資としての価値を感じながら、
ワインを飲んでみてはいかがでしょうか。参考文献は以上の通りです。ご清聴ありがとうございました。お願いします。今日はロヒンギャという民族に焦点を当ててみました。はい、ではまずロヒンギャとはミャンマーにいる市民権を持つことも許されず迫害され続けている民族です。レジュメの1ページをご覧ください。一番最初に書いてあるんですけれども、ロヒンギャはまずチュタゴン方言のベンガル語を話しイスラム教を信仰しています。地図に書いてあるマージュースのところに大体居住していて、その州はラカイン州というふうに呼ばれています。でロヒンギャなんですけれども、彼らは8世紀頃からミャンマーバングラディッシュ国境付近に元来からいる定住民だとされています。ではなぜ国籍を持つことを許されていないのかというと、いわゆるミャンマー政府の主張に鍵があります。ミャンマー政府はいわゆるロヒンギャ民族は第二次世界大戦中にバングラデシュ側から流れ込んできたベンガル移民であるというふうに主張しています。その主張は今も変わっておらず、そのためロヒンギャは市民権を持つことを許されていません。で今回のリサーチクエスチョンなんですけれども、彼らが人権を享受するために国際社会はどのようなアクションを取るべきであろうか、そこにキーを当てています。はい、ちょっと落ち着きますね、私が。はい、ちょっと一人なのでドキドキしています。それではミャンマーのディープな世界、君島ゼミの佐藤が報告させていただきます。まず、市民権を持たないと言ったんですけど、市民権を持ってないとはどういうことかと思われたんじゃないでしょうか。実はミャンマーでは軍事政権の時に、1982年に市民憲法というものが制定されました。この市民憲法で人々は3つのカテゴリーに分類されています。詳しくはレジュメご覧ください。市民、準市民、帰化市民となっているんですけれども、もなっていて、この市民、このカテゴリーされた人々には、ミャンマー政府が国民登録書というものを発行しています。この国民登録書がなければ社会的な生活を送ることはできません。例えばなんですけれども、移動の制限、婚姻の制限、また都州当局による強制労働、恣意的な徴税、または医療機関や、教育機関への制限もあります。で土地没収というのはですね、ロヒンギャの人が住んでいるところに行って立ち退いてください、ここにモデル村を建設しますということで、これは1992年から活発に行われています。つまりこれを聞いて、もしかしたらパレスチナ・イスラエル情勢を勉強している方は似てるなと思ったかもしれないんですけれども、ミャンマー政府もロヒンギャというものは欲しくなくて、土地が欲しいんですね。はい、そういうふうに迫害されています。
じゃあ今の話を聞いていると市民憲法を改正すればいいんじゃないって思いませんでしたか。私も実はそう思ったんですけど、それにミャンマーにはこの方がいらっしゃいますよね。皆さんピンとくると思うんですけど、アウサンスーチーさん、もうノーベル平和賞も受賞されていて、どうして彼女が声を上げないんだと思われるかもしれません。その理由がですね、あるんですけれども、大きく3つあります。まず1つ目、はい、実は他の少数民族もロヒンギャを宗教、言語、外見の相違から認めていません。現在ミャンマーにはですね、まず大多数のこれが、バーマー人ですね。この人が人口の3分の1を占めています。次にカチン、シャン、でカヤーで、その次がカインで、はい、モンですね。その次でここがラカインで、最後がチンなんですけれども、大体この民族分類して135の民族で構成されていると言われています。他の民族もロヒンギャのことを認めていません。で、なんでかというと、そうですね、まあ、それは宗教の違いっていうのが一番大きいんですけれども、特にこうラカイン州の歴史というのがすごく影響しています。ラカイン州っていうのはですね、ミャンマーとバンガラデシュまたがる地域にあるんですけれども、そこ18世紀半ばまで栄華を誇った仏教徒ラカイン人のアカナオクの領域だったんですね。なのでここで認めてしまうと、自分たちのアイデンティティが喪失してしまうという問題にたどり着きます。で、実際にラカイン人の人たちがどう言っているかというと、ロヒンギャに市民権を認めるのは構わないが、彼らを土着の民族として認めることは絶対できないというふうに述べています。ちょっと写真はイメージなんですけれども、具体的にはラカイン州の、宗教を束ねている人が言っています。で、これがさっき言ったアイデンティティの喪失ですね。でもどうしてそんなにこだわるのかというと、ここには実は日本も関係していて、第二次世界大戦中、ご存知の方いらっしゃるかもしれないんですけれども、現在のインド・バングラディッシュ、ミャンマーはですね、もともとイギリスの植民地でした。しかし1942年に日本軍が侵攻してきて、ミャンマーを日本の占領下に置きます。その際に国境となったバングラディッシュ・ミャンマー間のラカイン州では、イギリス側がイスラム教徒を、日本軍が仏教徒を自分たちの軍に親し上げて戦わせたという歴史があります。このために、まあ、今で、文面上は帝国主義のイギリスとファシストの日本なんですけれども、そこにいる人たちはですね、民族紛争、宗教紛争として現在にも大きなトラウマを残しています。で、実際に今年の5月なんですけれども、ロヒンギャに対する産地制限を、ラカイン州当局は導入しました。で、ここで結論できたんですけれども、市民権法を改正し、ロヒンギャに市民権を与えれば解決ではなくて、そうですよね、人々を抱えているトラウマをどう和らげていくかが焦点だと私は考えました。で、そのためには、最初のリサーチクエスチョンに挙げたように、 UNHCR や NGO 等の国際社会の支援が、これは人だけではなくて、もっと国とか行政とかいろんな意味で支援していかないといけないと思います。例えばその支援の中には、もちろんおかしいんじゃないかという問いかけもあると思うんですけれども、そういうふうに問いかけていって変えていくことが大事だと思いました。あと、もう一つ、国際社会の注目ということで、私も実は今年3月にロヒンギャの人と会うまであまり詳しく知らなかったんですけれども、こうやって調べてみると、日本も深い関わりを持っているので、私たち学生からまず注目していくことも一つ重要なポイントではないかと考えます。で、そうですね、こういうふうにちょっと図で表してみたんですけれども、まず国際社会がミャンマー政府に対してロヒンギャの攻撃を停止するように命令し続けていくことが大事ですね。実際にじゃあどう言っていくのかというと、ミャンマーは子どもの権利条約と女性差別撤廃条約には加盟しています。この点を踏まえると、ロヒンギャの子どもたちが生まれながらにして無国籍でやるということは非常に重大な違反になっているので、そこをもうちょっと強く追及していくべきだと思います。
じゃあもしそれでミャンマー政府が国籍法を変え、市民憲法を変えたらどうするかということなんですけれども、実際に強制労働とかを行っているのはラカイン州当局になるので、その当局に対してそういうことはやめてラカイン人などヒンギャが対話できるような場を用意してというふうに要求してもらいたいと思います。で最後はやはり民族同士相手のことを人として共同体意識を持つことが大事だと思いました。で最後にということで、実際これがこの男の子が私が会ったドヒンギャ族の人なんですけれども、これはタイ南部のソンクランのヒンギャ保護シェルターで会いました。でこの男の子は13日間水だけでボートに座って、ミャンマーからマレーシアを目指して、はい、マレーシアを目指して渡っていたそうです。途中で大当局に見つかって、保護という方、保護と言っていいのか分からないんですけれども、タイに行くことになりました。でこの男の子が喋ってたんですけど、実際に家に火をつけられたりしてもミャンマーに戻りたくないと言っていました。こういう男の子って、もこの子はじゃあずっとここに過ごしていくのかというと、そういうわけにもいきません。この保護シェルターは6ヶ月間しか保護しないようになっているので、こういうこの子たちのことを考えて私たちがどうすべきか、これからもっと考えていきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。参考文献です。ありがとうございました。こんにちは、カラーゼミの発表のことみたいな、ごめんなさい4チーム目、カラーゼミおたまじゃくしの発表で、心をおにぎり、世界をおむすびです。よろしくお願いします。大変失礼いたしました。カラーゼミのおたまじゃくしです。これからカラーゼミのプレゼンを始めます。まずはこちらのニュース映像をご覧ください。では今年の12月ユネスコの無形文化遺産に日本の和食が登録されるということを、報じています。このニュースで和食として、使われている映像は、ご覧のようにお寿司だとか懐石料理だとか、いわゆる高級な日本食です。でも皆さん、こういう高級な日本食、正直毎日食べませんよね。そのような和食が一部メディアで取り上げられる中、私たちはもっと身近な、もっと日常的な、皆さんが毎日食べるような和食に注目いたしました。そう、おにぎりです。そこで私たちは日常的な食べ物であるおにぎりに焦点を当て、日本文化について見直していきたいと思います。まずこちらをご覧ください。これは
おにぎりといえば何を思い浮かべますかというアンケート調査の結果を表したものです。このようにさまざまな答えが集まりましたが、中でも一番多かったのがコンビニに関する記述でした。ではコンビニのおにぎりについて考えてみましょう。皆さん、1年間におけるセブンイレブンのおにぎり販売個数はいくつだと思いますか？なんと16億8222万個です。2012年度1年間でセブンイレブンだけでもこれだけのおにぎりが消費されています。他社のことも考えるとコンビニのおにぎりの消費量は年間で膨大な数になりますよね。そしてコンビニ以外にもおにぎりは私たちの日常生活にあふれています。例えばテレビや映画などにもおにぎりはたくさん登場してきます。ジブリ作品の千と千尋の神隠しであったり、アンパンマンに登場するおむすびマンのキャラクターは皆さんにも馴染み深いものだと思います。さらに現代のアニメだけでなく古くからの童話サルカニ合戦にもおにぎりは登場します。サルがカニのおにぎりを奪うことで物語が始まりますよね。このようにおにぎりは私たち日本人にとって古くから親しみのある食べ物なのです。ではそんなおにぎりの起源を皆さんご存知でしょうか？おにぎりの起源には平安時代の豚食であるという説があります。この豚食とは、身分の高い人が家来を連れて知人の家を訪問した際、主人を持っている家来たちに振る舞われた食事のことを指します。諸説ありますが、これが最も有力な説の一つであると言われています。このようにおにぎりは日本人の生活に古くから密接に関わってきました。ではこの関わり方とは何か、それを検証した結果、私たちはおにぎりのつなぐという役割を発見しました。つなぐものとしてのおにぎり、果たして何と何をつなぐのでしょうか？まず一つ目は、人と人とをつなぐおにぎりです。冒頭に出したアンケート調査によって、おにぎりといえば運動会や遠足、ピクニックなどを連想する人が多いことも分かりました。つまり特別な日、いわゆる晴れの日に食べるというイメージを持つ人が多いようです。また日本語の慣用句に同じ釜の飯を食べるという表現があるように、同じお釜で炊いたご飯をみんなで分けて食べるというのは、日本人の社会を形成し人間社会の結束を強めるという重要な意味合いを持っています。さらにアンケート調査では、優しい家庭の味というイメージを持つ人が多いことも分かりました。日本民族学者の柳田邦夫は、人がおにぎりを握る行為には心や心臓、愛などを込めるという意味があると考え、おにぎりが三角形なのは心臓の形を模したためであると分析しました。例えば遠足の日などにお母さんが愛情込めて握ってくれたおにぎりのことを想像してみてください。このように相手のことを考えながら気持ちを込めて作られたおにぎりは、食卓を離れて食事をする際にも作った人と食べる人をつなぐ役割を果たしているのです。2つ目に、おにぎりは人と神をもつないでいます。そもそも日本では米や酒や餅など米から作ったものを神様にお供えする習慣があり、米そのものが宗教的な意味合いを持っていました。おむすびコロリンでは、実は童話のおむすびコロリンにも人と神とつなぐおにぎりを見ることができるのです。この童話ではおじいさんがおにぎりを食べようとしたところ、おにぎりがコロコロと転がっていってしまいます。それを追いかけていったおじいさんは、おにぎりの落ちた小さな穴の奥の先から何やら楽しそうな声で、おむすびコロリンすっとんとんと歌うのを耳にしました。おじいさんが穴の奥に入っていくと、そこには楽しそうに踊るネズミたちの姿が。そこでおじいさんはおむすびのお礼としてご馳走と財宝をもらって帰ってくるのでした。実はこのおじいさんが見た穴の奥のネズミの世界、これは一説にネズミ浄土と呼ばれるもので、ご馳走や財宝何でもある、いわゆる極楽浄土のようなものとされています。日本人は古くからそのような穴の奥に極楽浄土があると考え、極楽とはある意味であの世とも考えられます。つまりあの世である極楽の世界へおにぎりを持ってしていくことができるというわけで、
あの世とこの世を結ぶものとしておにぎりがある種文化的な意味合いを持っていたのではないかともされています。つまりつなぐものとして真心魂を込めたおにぎりは人と人や人と神をつなぐ役割を日本人の生活の中で果たしてきたのです。さてここまでおにぎりが日本人の生活の中にいかに深く関わってきたか見てきました。しかし皆さん和食と言われた時におにぎりのことを思い浮かべますか？実際に私たちは外国人の方30人に和食といえば何かという質問をしてみました。その結果大多数の人が和食といえばお寿司と答え、おにぎりと答えた人はほとんどいませんでした。こんなにも私たちの日常生活に近いおにぎりなのになぜお寿司の方が日本文化の代表として捉えられることが多いのでしょうか？それは私たち日本人は海外に日本の文化を紹介するときに華やかな寿司などの日常とは少し違う文化を発信してきたからです。では冒頭の和食の無形文化遺産登録のニュースを思い出してみてください。登録の仕掛け人となったのは京都の老舗和食料亭菊井の井のご主人村田さんたちです。村田さんたちもまた高級な日本食、非日常的な食べ物だけが日本食であると捉えることを懸念して寿司や懐石料理ではなく和食という分類での登録を目指しました。日本の伝統的な食事はそのような一部の高級な日本食だけではない、むしろ一汁三菜のようなより身近な食事にこそあるのではないかと主張されています。おにぎりのように日頃意識しないものを文化として興味を持って改めて目を向けてみてはいかがでしょうか？このように実際に目を向けて私たちが注目してきたおにぎりは最も身近な食事の代表といえます。それは頻繁に食べるからというだけではなく、これまで見てきたように人と人、人と神をつなぐという意味でも日本人の文化を色濃く反映しているからです。さらに最近では海外の食文化などと融合したツナマヨやチャーハン、オムライス味やビビンバ味など新しいおにぎりもたくさん登場しています。このような今までになかったおにぎりは世界でも受け入れられる可能性を秘めているのではないかと私たちは考えます。私たち日本人の心が詰まったおにぎりこそ日本と世界をつなぐ和食として世界へ発信していってほしいんです。そう、心をおにぎり、世界をおむすび。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。その訪問を兼ねて発表を行いたいと思います。
というキャラクターをご存知でしょうか。ポロロは2003年から韓国で放送が開始されたアニメーションで、現在韓国が絶大な人気を誇っています。ポロロのストーリーは子どもたちの生活と変わらない日常ストーリーなので、子どもたちは自然と正しいことを学ぶことができます。そこが子どもたちのみならず両親の絶大な人気にもつながっています。ではこのポロロはどのようなビジネス展開をし、どれくらいの利益を得ているのでしょうか。ビジネスモデルとしてはアニメーション自体というよりも、その付加価値を利用したキッズブランドビジネスを中心として利益を得ています。その領域は DVD や映画などのコンテンツやキャラクターのグッズ販売、カフェやテーマパークなどライフスタイルにまで及ぶほど幅広いものとなっています。その結果、ポロロの1年の総売上は日本円にして約12億円。分かりやすく言うと、韓国の2歳から6歳の子どもたちは1人当たり年間約30個、金額に換算して約4万円程度のポロロのグッズを購入しているということになります。ではこのようにポロロは韓国で人気がありますが、海外ではどのような進出を行っているのでしょうか。ポロロは韓国のアニメーション制作会社オコンで制作されています。ポロロの海外市場アプローチの方法は様々ですが、大きく分けて2つあります。1つは一般的なライセンス事業、もう1つは制作会社独自のネットワークを通じて行う直接輸出システムです。そのためポロロ制作会社は長年ここに上がっているような様々な地元および国際的な展示会に参加し、ポロロ海外進出のきっかけを作ってきました。最近ではそれだけではなく、大手マートとオンラインを中心とした新しいネットワークを構築し、海外コンテンツを輸入販売しています。このような積極的なグローバルビジネススタイルによりポロロの名は世界中に広まりました。ではポロロというキャラクター自体がどのような活躍をしているかについてです。ポロロは世界120カ国で放送されています。この地図にもまとめてあるように、ポロロは世界中で放送され高視聴率を誇り、海外とさまざまなコラボレーションも行ってきました。その結果、ここに上がっているようなさまざまなグローバルアワードでノミネートされる、そんなところにまで至りました。ではポロロの海外進出は偶然のものだったのでしょうか。実はポロロの海外進出は偶然のものではなく、誕生当時から決まっていたことでした。夢はパイロット、世界中の子どもたちが誰でも知っている動物ペンギン、二頭身という愛らしい容姿、このように制作会社はポロロ制作当時から海外市場へ目を向けていたため、ポロロは特定の文化や差別的な要素を全て排除し、全ての文化で受け入れられるように制作されました。ここでわかるポロログローバルビジネスの特徴は、積極的なグローバルアプローチと多様性であると言えます。先ほどポロロ制作会社は様々な国と協力を行っているという話をしましたが、具体的にはアメリカや中国と協力することが多いということが分かりました。では一方でアニメーション大国日本と言われる私たち日本との協力については、実際にポロロ制作会社代表キムイルホ氏によると、日本のアニメーションビジネスは閉鎖的で、一緒に何かを作ろうと何度かアプローチしてもあまり乗ってこない、そんな傾向にあるそうです。意外にも日本のアニメーションビジネスは開かれてはいないようです。ではポロロと同じように日本にも子どもに絶大的な人気を誇る国民的キャラクターが存在しますよね。そうです、皆さんご存知、アンパンマンです。アンパンマンのアニメであるソレイキアンパンマンは、アンパンマンがワイキンマンを撃退するストーリーが主となっています。そのキャラクター数はなんと1800体以上となっており、その数は今なお増え続けています。実際ソレイキアンパンマンはさまざまなメディアで放送作品が展開されており、関連キャラクター商品の今までの累計総売上は1兆1000億円以上となっています。このアンパンマンの主な人気の理由としては2つ挙げられます。それは姿形と分かりやすいストーリーです。まず姿形に関しては、体より大きい顔、大きな目、
ふっくらしたほっぺたの3点が挙げられます。そして2つ目に分かりやすいストーリーについては、正義が悪をやっつけるという小さな子供にも分かりやすいシンプルなものとなっており、これが日本での絶大な人気につながっています。アンパンマンのビジネスモデルは非常にシンプルなものとなっています。まず原作者と版権管理会社がアニメーション作品をテレビを通じて放送します。それによって人気を得たキャラクターをおもちゃや雑貨、ゲームなどで展開することによって収益を上げるといった形をとっています。つまりポロロと同じようにアニメを放映することによって知名度を高め、それによって得られる版権収入が主な収入源となっております。しかしながらアンパンマンには弱点が存在します。それがこれらの弱点です。ではなく、今回私たちが目をつけたのはアンパンマンは海外に受け入れられるかということです。この点に関してアンパンマンを分析していきます。実際アンパンマンは海外向けに放送自体は行われています。ソレイキアンパンマンは日本テレビ放送網株式会社という会社によって運営されており、その企業は2006年の発表で台湾での放送を皮切りにアジア諸国での展開に向けて以後さまざまな施策を行うとしています。しかしながら今後さらに海外で放送していくにはアンパンマンには障害があると考えられます。確かにアンパンマンはヒーローとして子供には広く受け入れるものだと考えられます。しかし幼児向けアニメというものは親が好んで子供に見させるものであるため、大人にどのように捉えられるかというところに重点が置かれます。この点アンパンマンは釜飯丼やおにぎりマン、カレーパンマンといった日本の食事にちなんだものが多く、それが何か分かりにくい。何より主人公であるアンパンマンをモチーフとしたアンパンが日本独特なものであるため、それが何か分からず、またその主人公が顔を上げて他人を喜ばせるストーリーなどといった理由から海外の人たちには受け入れられにくいと考えられます。実際にもアンパンマンのアニメ放送はアジア圏を主としており、欧米には放映されていません。つまりアンパンマンは日本国内では絶大な人気を誇っており、それを海外に発信しようとはしていますが、実際には日本国内のみに対応した内向きのアニメであると言えます。結論としてアンパンマンを海外に広げようという試みはなされていますが、現状として海外には受け入れられていません。一方で韓国のポロロは制作段階から海外市場に目を向け、全ての文化に受け入れられるように制作されたため、海外展開において成功を収めています。確かにアンパンマンは日本人にしか受け入れられないものかもしれません。しかしここで諦めてしまっていいのでしょうか。私たちはむしろそのアンパンマンにしかないオリジナリティを生かす方法を提案します。それはアンパンマンは日本の文化を知ることのできるアニメとして海外に売り込むことができるということです。例えば日本食、アンパンマンは他の日本のアニメと違い日本食が学べる面白いアニメーション、そういった認識を世界に広めることができるのではないでしょうか。そんな認識を世界に広めることで、その後のグローバルビジネスにつながる土台を作ることができると考えます。グローバル化が進み、アニメーションの在り方も変容する今、アンパンマンのさらなるビジネス規模の拡大のため、次なるステップとして海外市場に進出する可能性を秘めています。そうした中で日本文化もビジネスも広げるチャンスを生かさないのはもったいなくありませんか。今回ペンギンの惑星に行って分かったこと、それはアニメ大国である日本が
韓国のアニメビジネス戦略に後れを取っているということです。そこで今私たちは言いたい、それでいいのかジャパン。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。今から君島ゼミ、ヨアアイランドの発表を始めます。私たちのテーマは、隣のメランコリア、身近なマイノリティを考えるです。メランコリアとは、精神医学用語でうつ病を表しています。皆さんはうつ病について考えたことがありますか？ WHO によると、2030年頃には全ての疾患を含め、うつ病は世界人類の健康に及ぼす影響が最も大きい病になるだろうと言われています。うつ病が身近な存在になりつつあることが分かりますね。皆さんはうつ病ってどんなものだと思いますか？皆さんがイメージするのはおそらく次のような場合ではないでしょうか。真面目な A さんが頭が重い、体が重い、集中力が低下し、食事が取れない、不眠症だなどの症状を訴えるというケースです。ここではこのケースを従来型のうつ病と呼ばせていただきます。では次のようなケースではどうでしょうか。ある企業に勤めるゴマさんは精神科病院でうつ病と診断され、上司のカホさんに休職願いを提出しました。すいません、うつ病と診断されたので休職させていただきます。え、うつ病？大丈夫な？はい、しっかり休んでな。はい。そこで休職中のゴマさんが心の休憩を取るためにサーフィンをしにグアムに海外旅行へ行きました。滞在中に体調も徐々に良くなりました。休職から3ヶ月後、ゴマさんは会社に復帰することを決意しました。おはようございます。ゴマさん、久しぶり。3ヶ月間しっかり休めた？あれ、なんか今持ち込まってんだよ。心の休憩を取るためにグアムでサーフィンをしてきました。え、サーフィン？それってうつ病って言ってただずる休みしてるだけじゃない？でもお医者さんには自分の好きなことをやれと言われたので。もう言い訳は聞きたくない。もう今日でクビです。今見ていただいたこのケースを皆さんはどう思いますか？これは新型うつ病として最近話題になっているケースです。皆さんはこれを甘えだとか病気じゃないかと思ったりしませんか？新型うつ病とインターネットで検索してみてください。新型うつ病は甘えだ、サボりだというような記事が多く見受けられます。実際こちらの上司のカホさんもそう思っているようですね。いやー、これは完全にサボりでしょう。でも実はこの中でもうつ病と認定される時もあるのです。なのになぜ甘いやさぼりだと思ってしまうのでしょうか。お医者さんに来てもらいましょう。それではドクター綾子です。それではこちらを見てください。え、うつ病ってこんなに複雑やったん？そうなんです。うつ病の中でもカルテに病名を書く際にはご覧のように枝分かれしていって、一口にうつ病といってもすごく複雑なのがわかると思います。そんな複雑なうつ病だからこそ、先ほどインターネットでの検索結果を見ていただいた通り、
うつ病に対して根性がないだけだ、甘えだという考えを持っている人が出てくるのです。誤解や偏見を持たれているうつ病患者はマイノリティ的立場にいると言えるでしょう。待って、マイノリティってどういう意味？マイノリティというのは数の少数派という意味ではありません。誤解や偏見を持たれている力のないパワーレスな人々という意味です。それでは彼らがマイノリティじゃなくなるためにはどうすればよいのでしょうか。そのために私たちはうつ病に対する誤解をなくすため、うつ病は甘いから来るものではないということを証明したいと思います。それでは次にドクターメイさんに説明していただきます。はい、ドクターメイがこれから説明していきます。私たちはうつ病が甘えではない理由について社会学的要因と生物学的要因の2点に注目しました。まず社会学的要因を見ていきましょう。今日本はストレス社会と呼ばれていることは皆さんご存知の通りだと思います。離婚や上司からの叱責、引っ越しなどライフイベントが多くなればそれによるストレスが発生し、うつ病発生率も上がると言われているのです。20代から50代の人で日頃ストレスを感じている人って6割を超えてるよね。そうなんです。そこで、私たちが今まで経験したライフイベントを数値化して計算し、実際に今受けているストレスの強さを測ってみましょう。皆さんお手元のレジュメの3ページライフイベント表のところをご覧ください。1年間に体験した生活上の変化の合計点から翌年深刻なうつ病につながりうる健康障害の起きる確率が150点以下なら 30%、 150から300点以下なら 53%、 300点以上なら 80% 以上となります。皆さんも後で計算してみてくださいね。睡眠、休暇、クリスマスも含むやったら私は160点ぐらいかな。じゃあカホさんは 53% になりますね。ってことは私も半分以上の確率でうつ病になるかもしれへんってこと？それはあなたの心の受け止め方によります。このようにこれまでの人生での出来事は知らず知らずのうちに心に負担をかけています。これらの積み重ねということなので、うつ病、うつ状態になる可能性は誰もが持っているものなのです。また私たちが働くようになった時のことを考えてみましょう。勤労者のライフイベントはこれまで昇進や転勤、収入の減少などが多かったのですが、近年は見てもらえば分かるようにリストラやいじめ、激しい叱責など対人関係のライフイベントによるストレスが増えていることが分かります。これは私たちにとっても遠い未来のことではないですよね。ではドクター彩子に戻ります。はい、それでは次に生物学的要因からうつという感情の必然性を説明していきたいと思います。人間のうつ病につながる憂鬱という感情は人間の進化過程で生まれたということを知っていますか？憂鬱という感情があることで私たちには繁殖資源の喪失、ヒエラルキーを保持するという2つの利点があります。1つ目の繁殖資源の喪失というのはどういう意味でしょうか？例えば原始時代に狩りの最中に一人の原人がマンモスに踏まれて死亡したとしましょう。仲間の原人たちは落ち込み、憂鬱という感情になることによって自分たちの行動の何が悪かったのかを顧みて、次から同じ状況でマンモスに踏み殺されないように学習することができるのです。次にヒエラルキーを保持するという利点についてですが、世代交代を円滑にするという効果があります。先ほど見ていただいたパワーポイントに、ボスザルという例があったのですが、カホさんはどういうことだと思いますか？ヒエラルキーってことはボスザルが他のサルに負けて世代交代が起こった時に落ち込んで力を急になくしてしまうっていうことですか？その通りです。つまり元ボスザルが憂鬱になることによって元ボスザルと新ボスザルとの間の権力争いを防いで世代交代をスムーズに行うことができるのです。っていうことは猿でも落ち込んで鬱状態になるっていうことか？そういうことです。この2つの利点は一見違うようですが、実は余計な争いを避けるという点において効果を発揮しているのがわかります。これらのことから憂鬱という感情は古来必然的なものなのです。それでは
うつ病の人の脳では何が起こっているのかという視点からうつ病は何なのかを見ていきたいと思います。うつ病には脳の神経伝達物質が関与していると言われています。その物質はセロトニンとノルアドレナリンです。待って、セロトニンとノルアドレナリンって何なの？簡単に言うと、セロトニンはやる気物質、ノルアドレナリンは興奮物質と言えるでしょう。これらの物質に関わる薬がうつ病患者に効くことから、うつ病が神経伝達物質の作用がうまくいっていないというれっきとした病気であることが分かっています。これまでのことをまとめますと、うつ病は社会的にライフイベントの強度やそれを受け止める心の状態、生物学的に脳の働きによって引き起こされたということが分かります。カオさん、うつ病は前から来る病気ではないということが少しは分かりましたか？ちょっと多かったかも。でも、ごまさんにひどいこと言っちゃったな。従来型のうつ病も最初は病気と認知されていませんでしたが、近年ではカオさんのように少しずつ認知する人も出てきています。最初に紹介した通り、新型うつ病というものも出てきていますが、本当にうつ病と診断されるものもある限り、私たちはもっとうつ病に対して理解するよとしようとするべきなのです。そうすればうつ病患者はマイノリティから脱することができるのです。では最後に、皆さん何かしらマイノリティの要素を持っているということに今回気づいていただけたでしょうか。そこから他者に目を向け、これからも意外とあなたの近くにいるかもしれないマイノリティにどうか気づいてみてください。以上です。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。
既読があることで相手に返信しなければいけないと思いますか？ LINE の既読が気になりますか？という質問に対し、どちらも 80% もの学生が思う、気になると回答しています。そこで私たちはこの LINE が生む問題に焦点を当てて、既読機能を残しながらもストレス意識を軽減するためにはどうすればいいのか考えてみました。まず私たちは既読表示機能によるストレスを既読気になる症候群と名付けてみました。この症状として2パターンが挙げられます。1つ目は自分が送信したメッセージがなかなか相手に見られない、つまり既読表示がなかなかつかないことに対して感じるストレスです。2つ目は自分の送信したメッセージに既読表示があるにもかかわらず返信が来ないことに対して苛立ちや不安感を感じるストレスです。そもそもどうしてこれらをストレスを感じてしまうのでしょうか。現代ではインターネットや携帯電話が普及したことで通信の速度が格段に上がりました。生活の中で通信によるコミュニケーションが占める割合も高まりました。チャット機能を持つ LINE はそのコミュニケーション速度をさらに、速くしました。私たちは現代人がこの既読表示機能に対してストレスを感じてしまう原因を、時間と場所を選ばないコミュニケーションが占める割合が高まったことにより依存してしまう人が増えたためだと考えました。ここから利用者側から見た既読機能に対して意識の変化を求めます。まず既読機能が登場した当初は相手が読んだかどうかを確認できる今までにない革新的な機能として考えられていました。しかし現在では友人との仲の歪みを生む種としてこの意識が厄介なものとして意識されるようになっています。こういった既読に対する意識を変えるために社会的な問題を解決することは難しいですが、 LINE の機能面を改善しより良いものにしていくことは可能だと考えます。ここで私たちが名付けた既読気になる症候群の症状を振り返ってみたいと思います。まず一つ目の送信したメッセージがなかなか開封されないという問題について考えます。この問題はポップアップ機能がその問題の要因になっていると私たちは考えました。ポップアップ機能はメッセージの通知として文章の一部を読めるようになっています。しかし既読に対する意識が徐々に変わっていったために、現在は既読をつけずにメッセージを読む一つの方法として利用されるようになったと考えられます。私たちはこの改善策としてメッセージが一部読める方式をやめ、メッセージを受信しましたという簡素な内容に統一することを提案します。二つ目の症状として既読の表示があるにもかかわらず返信が来ないことへの苛立ちや不安感を感じる。この問題に対して私たちはまず返信ができない理由を考えました。電池が切れそうな場面やすぐには返信しづらい状況であったとき、そして少し考えてから返信したいときなどが挙げられます。この問題に対してはスタンプの強みである迅速さ、手軽さ、曖昧な表現を活用したいと考えました。一つ目の改善策としてこちらのスライドにあるような新しい状況に対応したスタンプを開発し、それを配信することを提案します。さらに二つ目の改善策としてワンタッチ定型文の提供を提案します。ワンタッチ定型文とはこのようなスライドにある文章を作成し、スタンプのようにワンタッチで送信できるもののことです。これによってスタンプを送りにくいような相手に対しても簡単に返信ができるようになります。次に2つ目の症状である、こちらの既読の表示があるにもかかわらず返信が来ないことへの苛立ちや不安感という問題、2つ目のパターンは、まずここで利用者があえて返信をしない理由というのを考えました。それは既読をつけたら返さないといけないというプレッシャーを感じることが挙げられます。
これにより両者は既読という文字に追われ、この文字や機能に対して悪い印象を持ってしまいます。この問題に対しては既読の印象を変え、圧迫感の軽減を目指します。そして改善策として、私たちは既読という文字表示の廃止を提案します。具体的にはまずこちらを説明しますね。こちらが従来、ちょっと見にくいんですが、従来読んだ場合ここに既読という文字が付きます。私たちの提案する案は、未読の読んでない場合にはこちらに、こういったマークをつけて、そして相手が読んだ場合にはそれをこうなくすという、本来したらこっち既読がつくんですけども、ここに既読という文字がなくなります。これによって既読という文字の、印象を変え、圧迫感を軽減させようと考えました。私たちの提案は、既読によるストレスの軽減を目標としています。私たちがこの問題を取り上げたのは、 LINE の成功と LINE によって生じた既読気になる症候群が両者とも日本人の国民性と密接に関係していると考えるからです。日本人の気質の特徴として、こちらあるように雰囲気を重視する、印象で物事を判断する、曖昧性を持っている、相手の顔色を伺う、つながりを求める、これらが代表的な例として挙げられます。これらは LINE の成功にも既読気になる症候群などの社会問題に影響を与えました。この既読という文字はたった2文字ですが、短期間で私たちに大きな影響を与えました。今回私たちが提案した変更点は、一見些細なものだと思われるものかもしれません。しかし日本人の気質の中に溶け込み、既読という2文字が与えたような大きい影響を私たちにもたらすのではないでしょうか。ご清聴ありがとうございました。皆さんは日本にどれだけ多くの在日外国人が居住しているかをご存知でしょうか。2012年末の統計で220万を超える在日外国人が日本に居住しています。今日本はおもてなしなどという外へ向いた活動が目立っています。しかしこういった日本に住む在日外国人に対してはどうでしょうか。今回はその中でも最も存在が知られる在日朝鮮人、在日韓国人、在日コリアンと言われる人々に焦点を当てたいと思います。今回はこの在日コリアン、在日韓国人という人々を指す言葉として、在日朝鮮人という言葉を使います。これは彼らが朝鮮半島出身者であるという意味を含んでいまして、韓国といった国家やいわゆる北朝鮮という国家に特定に帰属するという意味を持たない言葉としてこの言葉を選びました。在日朝鮮人の総数というのはレジュメに記載した通りはっきりしません。ですが簡単ではありますが、今回この計算式を使って簡単に日本に住む在日朝鮮人の割合を計算してみたいと思います。その数がだいたい325分の1、つまり300人に1人の割合で在日朝鮮人は日本に居住しています。
もっと分かりやすい比較対象というものを出してみたいと思います。国際関係学部の1学年の入試で入ってくる学生は300人強います。そのうち、つまりそのうちの1人は在日朝鮮人であるという結果になります。それほど遠い存在でないということに気づいてもらえたかと思います。では次はこれをご覧ください。これはヤフーの知恵袋で、ある芸能人は在日朝鮮人ですかという実際に投げかけられていた質問です。このように知っていてショックであったとか気持ち悪いとか書いてありますよね。ここで見受けられるのは、在日朝鮮人であるということがマイナス要素として日本の中で認識されているということです。極めつけはこれです。朝鮮人出ていけ、彼らは不当な権利を得ている、諸悪の根源は朝鮮人であると言わんばかりにユダヤ人を虐殺したヒトラーを彷彿とさせるような発言を しています。ではどうしてこのように朝鮮人であるということがマイナス要素として認識されているのか、そしてどうしてこのようなデモが繰り広げられているのでしょうか。今日の朝日新聞には半年間のうちにこういったデモが日本国内で160以上起こっているとデータが出ていました。私はこの原因要素として2つあると規定し、さらにそれを3タイプに分けてみました。まずは根本原因の原因要素からです。その1つが北朝鮮嫌悪という考えにあるのではないかと思います。これは拉致問題発覚以降、日本ではこのような考え方が非常に大衆化してしまいました。つまり北朝鮮というのは絶対悪であると、北朝鮮という国家は悪だから何をしても良いんだ、そしてこういう北朝鮮という国家に関連があるとして朝鮮学校は高校無償化除外という措置を受けました。他にも朝鮮学校に襲撃に入られる、生徒たちの中にはこのように制服を切り裂かれるなど実質的な被害も出ています。そしてもう一つの原因として私が挙げるのは日本帝国主義という考え方です。今時日本帝国主義というのは古い考え方でしょうか。いえ、古くはないと私は思います。今でも日本の中に脈々と生き続けているのではないかと思います。日本帝国主義はアジアを日本の下に見るというアジア主義やアジア蔑視という考え方が反映しています。こういったアジア蔑視の見方というのは未だに日本に残り続け、朝鮮人であることイコールマイナスという認識を生んでいるのではないでしょうか。映像でもデモを行う人々が日照旗や旭日旗といわれる日の丸に放物線を描いた日本軍が使用している旗などを持っていることからも、日本帝国主義という考え方が今も色濃く残っているということがわかるかと思います。そしてこの2つの要素というのはさらに3タイプに分けられます。それぞれ及ぼす要素と及ぼされる対象というのが異なります。まずここの1つの四角の部分ですね、これを A と仮定します。これは韓国に関係する在日朝鮮人、これは日本帝国主義が作用の主体となり、作用対象に韓国と関係する在日朝鮮人が、となります。韓国と関係するということが北朝鮮と関係を持たない、つまり北朝鮮、嫌悪というものは存在しないということになります。そして次がこの2つが重なった形ですね。これは日本帝国主義と、北朝鮮嫌悪というものが両方が作用の主体となったハイブリッド型で B と仮定したいと思います。これはいわゆる北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国と関わりがある在日朝鮮人、朝鮮学校に通う生徒たちですね、が作用の対象となります。こういったハイブリッド型の主な例が拉致関係の団体です。例えばこういった拉致関係の団体というのは、拉致というものにかこつけて直接関係のない憲法9条改正だとか軍備化といったようなことを叫んでいます。時には拉致被害者家族という人たちを呼び込んで、彼らに9条改正しなければならないんだと、拉致に直接的に関係のないようなことを叫ばせています。つまり北朝鮮嫌悪という国民全体が持っている意識、あるいは拉致の被害者である、被害国であるという意識の隠れ蓑にし、それを利用して北朝鮮という国家を叩き、その叩くことによって自らの主張の軍備化、そして在日朝鮮人をはじめとするアジア国の
民族蔑視といったような帝国主義を繰り返しています。それがハイブリッド型と言われるものです。そして最後にこの部分になります。ここを C としたいと思います。これは B と同様に北朝鮮という国に関係する在日朝鮮人が作用の対象となります。しかしここで違うのは、作用の主体となるのは北朝鮮嫌悪のみということになります。例えば韓国という国はいいけども北朝鮮は絶対悪だからダメという人たちが多くいますが、そういった考え方です。この3つが意味する、この3つに分けたものが意味するのは何かということですね。これが意味するのはどんなに日本帝国主義というものが息絶えようとも北朝鮮嫌悪というものがある限りはあのような映像のようなデモやマイナス要素というものはなくならないし、逆に北朝鮮という国と国交が結ばれるなどして北朝鮮嫌悪というものが消えたとしても日本帝国主義がある限りはああいったことはなくならないということなのです。今回は日本における在日朝鮮人に対する視線というものについて分析をしてきました。本来であればここで解決策を述べるべきなのかもしれません。しかし今回の発表はこの分析というところで一旦置いておきたいと思います。それはこの発表が社会派運動ではなく学術発表に止めたいと思ったからです。しかし最後に一言言うとすれば、こういった現状を理解し自らが知らぬうちに A、B、C のどれかに入っていないかということを再考してもらえればと思います。この発表によって日本にはびこる日本帝国主義、北朝鮮嫌悪、そしてそれによって在日朝鮮人という人々が非常に生きにくい、そして生きることが容易ではないということが分かったかと思います。しかしこれは在日朝鮮人に限ったことではないですし、在日朝鮮人の中でも今日本と韓国の関係が揺れていますよね、領土問題などで。そうすると北朝鮮蔑視、北朝鮮嫌悪とまではいかなくても韓国嫌悪に似たような形を受けて韓国と関係する在日朝鮮人の人たちに対してさらに危害が追加で及ぶということも考えられます。そしてこういった要素、権威要素というのは異なるとはいえ日本に在住する他の外国人にもこれは言えることであります。今回は大きく触れていませんが、在日朝鮮人に対するデモだけでなく在日中国人、フィリピン人といったような人々に対しても同様にデモが行われています。発表の冒頭でも言いましたが、外に向けられたおもてなしだけでなく日本に住む在日外国人に対しても目を向けてみてはいかがでしょうか。そして在日外国人が日本で生きるということはどういうことなのか、それを考えてもらえたらいいなと思います。これで発表終わりたいなと思います。ありがとうございました。休憩に入りたいと思います。時間厳守でお願いします。それではお疲れ様でした。